なる文化が出会うとき、思わぬ誤解から生じる対立、そしてそれに伴う悲劇。しかし人はそれでも理解し合おうとする勇気を忘れてはならない。この物語は異なる文化を持つアリスとライデンの友情と、それを見守り育む嵐ヤギたちによる愛と勇気の物語である。熱海湾沖に位置する初島、ここにはアサルト隊員を鍛えるトレーニング施設、通称マッスルセンターがある。ライデン君か。じゃあ早速始めようか。誰かいいコーチはいないかな。あ、ラボット、ちょっと来て。ラボットです。一緒にやりましょう。辛い時に僕を思い出して。選手が見たものは何か。アサルト特捜隊は早速調査に乗り出した。
どうしたんですか彼。いや、さっきからね、ずっとあの調子なんですよ。おまわりさんよ、おまわりさん、本当なんす。落ち着いて。本当なんす。落ち着いて。年をあいつに食われたっす。あいつに食われたっすよ。あいつって何ですか。こんなでっかい、そう、鬼ガメっす。鬼ガメっすよ。年をの野郎がこうやってライトを照らして照らしたら、うわあ、鬼ガメッセ、鬼ガメッセよ。あれが鬼ガメッセ。鬼ガメッセ、鬼ガメッセよ。誰かが密輸し飼っていたのを逃げ出して、ここの汚れた水で細胞異常を起こして巨大になったんだ。アリス、本部に連絡を。了解。茨城県知事からの出動要請を受けた陸上自衛隊は、湖底に潜む鬼ガメの撃滅に戦車隊を組み立てた。成人の超能力により身長35メートル、体重620トンの巨人アサルトマンに変身する。そしてその戦力はあらゆるものを駆逐する。それゆけアサルトマン、我らがヒーロー。ザーザー、ザー！
は防衛線を突破し東京都内に侵攻した。政府は帝都防衛のため自衛隊の火器部隊や特殊兵団防衛出動を要請。東京決戦の時が近づいている。都内に進行した怪獣は22時3分現在港区芝方面を進行中。まもなく増上寺付近に展開中の陸上自衛隊第1師団および有明特殊兵団サムとの交戦が予想されます。都内各移動は住民避難誘導に当たっています。おい、ライデン、無理をするな。いえ、これぐらい何度もありません。状況は、都内に侵攻した鬼ヶ別は芝浦付近で暴れている。では至急私たちも現場に向かいましょう。いや、その必要はない。なぜですか局長。我々はサムと特捜隊に出なくて誰が怪獣と戦うんですか。すでに自衛隊第一師団および有明特殊兵団サムが交戦中だ。サムってそれではまるで戦争じゃないですか。そうだ、もはやこの状況では警察機構の手に負える問題ではない。だからってこのまま指を加えて見てるしかないんですか。今回は相手が悪すぎたよ。くそー、なんて強いやつなの。何か弱点はないのかしら。ヤスがまだ下の人同盟の性質を残していれば、塩分、そう、塩水には弱い。塩水ね。局長、ジェットジャイロに塩水を詰め込んで鬼ヶ別の頭部からぶちまけるってはどうでしょう。奴を倒すのにどのくらいの量の塩水が必要だと思ってるんだ。ダメ。ジェットジャイロの積載可能重量をはるかにオーバーするだろう。ですからそこを気合と根性でな。あのな、ヤギ、塩水の重さでジェット自体が飛び上がれないんだ。気合と根性の問題じゃないんだ。なあアリス、鬼ヶ別でなんでトラックの運転手たちだけ奴に食べられてしまったんだろう。そうね、私たちには興味を示さなかったわね。二人の共通点は懐中電灯を持っていたこと。やつに光を当てたことが。そう、やつは何かの光に興味を示す性質があった。そしてその光の中に美味しい食べ物があることに気がついた。だとすると、局長、浅野ジャイロを飛ばしましょう。誘導させてどうするの。海、海水は塩水だ。そうだ、奴を東京湾におびき出して海へ叩き落とすんだ。そうですよね。まあ、ないだったらいい。では、早速出動します。アリス、行こう。あ、待て、君は無理をするな。ここはヤギとアリスに任せよう。いえ、これぐらい何でもありません。一緒に本部で誘導作戦の指示をしてくれ。いいな。ですが
局長。命令だぞ。了解しました。はい、はアリス出動だ。了解。到達。照射開始。距離を保って海まで誘導だ。気をつけろ、あいつの下はな、強力だからな。了解。あ、いけない。いやー危ない。ライデン、ライデン。助かったようだな。今回の事件はこれで終わったが、これからも我々人類だけの快適な生活を送るために生態系のルールを無視して不法投棄や水質汚染を繰り返していけば、第2、第3の怪物が現れるだろう。そしてその時は海水を吸ってさらに凶暴な怪獣に育っていくに違いない。Thank you.
よせ、ライデン、正気に戻れ。嵐局長に忍び寄る暗殺の魔の手。次回、青函特捜アサルトマン、お楽しみに。